ランちゃん、始めましょうか。台本通り、一言一句構わずお願いね。はい。これからランがお題を発表するわ。一回失敗で即失格よ。だそうです。まずは優しさで勝負。かわいそうな金忠様を優しく助けてあげてね。ってのことです。はい、もう。皆を倒して魔性の座を勝ち取りましょう。戦国一の妖怪の座でも狙ってるのか。戦国一の妖怪の座なんて私には無理です。だってあなたがいらっしゃいますから。お任せだよ、お任せだよ。勝負よ。手だれの忍びの分身の術、あなたたちに見破れる？開門！5人のうち1人だけが本物よ。でもよーく見たら分かっちゃうかも。です。
ることを。出過ぎです。もう少し下がってくだ。お任せだよ。楽しくなってきたのじゃ。もっといろんなものを転がすのじゃ。
えていたす。見事だ。いよいよ次は誘惑勝負よ。多少の色かで男を誘い込んじゃって。だそうです見えないよ。大丈夫、ネネ人口の半分は優しさだもん。戦国一の魔性の美女はあなたに決定です。え、マジっすか。本気だった皆さん、ごめんなちゃい。ねね忍法で魔性も小性も一コロ。うちの人もきっと喜ぶね。